門別空港は、北海道門別市にある地方管理空港である。愛称は、おほうつく門別空港。空港裏の北海道道873号より、撮影奥に、海が見えるおほうつく管内北部、円門県の中心都市である、門別市に所在。中心部のバスターミナルから約7キロメートル、車で15分程度、南部の中心となる、円ガル町からは、 約3 5トル、車で40分程度の場所に位置する。道路を挟んだすぐ先に、おほうつツク海があるなど、豊かな自然に恵まれている。園門県では、鉄道の廃止が進んでおり、交通機関の基盤として空港に対する期待は高い。しかし、道路事情の改善や高速バスの台頭で、岡玉空港と新千歳空港への北海道内路線が2007年に廃止され、 2013年現在は東京国際空港への一路線のみとなっている。その東京線も慢性的に需要が低迷している。年間利用客数は国内55,789人。2010年3月9日の国土交通省発表によると、門別空港は需要予測に対する達成率が一番悪いことがわかり、門別市は空港損壊に関わるのではないかと、 危機感を強めている空港を管理する北海道では国内国際チャーター便の着陸量減免を行い2011年7月1日からは国際チャーター便の着陸量は全額免除となったが受け入れ体制で課題が残る2011年4月1日に門別空港、メマン別空港、中市別空港、釧路空港、帯広空港の 各空港ビル会社が連携した道東語空港のポータルサイト東北海道語空港ネットが開設され、空港利用や観光地の誘客の地域間連携を強めている。1977年に撮影された旧門別空港の空中写真。画像情報がオホーツク海、左側下方に小向け子右側に渋の津い湖。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。1977年撮影の2枚を合成作成。1952年に策定された第一次、北海道総合開発計画及び1956年に制定された空港整備法により、北海道内でも地方空港が相次いで建設された。交通体系の整備が遅れていた門県でも、同と直結する。 航空路線、すなわち空港を建設する機運が高まった。1960年より関係町村などが第2次、鳩山一郎内閣で北海道開発政務次官を務めた門別出身の松田鉄造の後押しを得て、運輸省航空局や北海道開発庁に必要性を訴えた。この結果、1962年に策定された第2次、 北海道総合開発計画で設置が取り上げられ、調査費が計上された。建設地はいくつかの候補が挙げられ、調査の結果1927年8月に、東京飛行機学校の練習機が、飛行機の普及目的などで飛来した実績がある小向け、こと渋の津内子に挟まれた347,986平方メートルの平坦地に決定した。 1963年10月21日に、起工式を行い建設を開始した。工事は、順調に進み1966年5月に、竣工した。同年7月21日付の運輸省国時代244号により、北海道内11番目の空港として、門別空港の供用が開始された。総事業費は301.70100万円だった。空港は、 予定通りに完成したものの航空会社の招致は難航した。当初は北日本航空に乗り入れを要請したが、当時航空業界は再編の都にあり、北日本航空は他2社と統合し、日本国内航空となった。その日本国内航空からは累積赤字の増大を理由に就航できないとの回答であった。次に、 稚内リシリの不定期路線や手鹿がを基地とした遊覧飛行の運行を行っていた横浜訓網学院に打診したところ北海道での航空事業拡大を計画していたところであったことから要請を開拓した。1966年5月に岡田島を70分で結ぶ不定期路線及び門別を基地とした遊覧飛行の認可を申請した。空港施設はすでに完成していることから 早期認可を要請したが、航空局は、当時60分を超える路線に、小型機の就航を認可した例はないことと、旭川衛星が、日本国内航空が運航する旭川岡玉と、競合するとの見解から、門別旭川の路線として申請するよう指導があった。しかし、門別市など、関係市町村の札幌直通に対する要望は、強く、所要時間が60分を超えても、 機体性能上問題はないことから、地元の意向を反映することとし、路線開設審査を経て7月22日に、門別岡田間線と旭川線、遊覧飛行の就航を認可した。8月10日に開港式を挙行。運輸省航空局の YS-11、北海道航空協会のターボフロップ機、横浜訓猛学院の道内上駐セスナ機4機の計6機が飛来し、 セスナ機の変態飛行で開港を祝った。供用開始から遅れること3週間の8月11日、旅客定員5名のセスナ 206A で運行を開始した。初年は10月28日までの運行予定期間のうち、岡玉線は午前中1往復であったこともあり、利用率は34.2%と低調だった。旭川線は乗客が全く集まらず、 期間中4号往復のみの運行で、利用客は10名に泊まり翌年付で廃止された。4つのコースが設定された。遊覧飛行は校長で836名が利用した。翌1967年は運行時間を調整し、札幌日帰り利用も可能とするダイヤを設定し、利用率が向上した。1968年は運行開始が5月に、早まりさらに向上した。 1969年は機材を旅客定員9名のセスナ 402A に変更し、所要時間を50分に短縮した。7月から9月までの夏季は午前と午後の二往復化が実現した。この年は、門別市の女性により、運賃がこれまでの4800円から、国鉄グリーン車並みの4300円へ値下げが行われ、利用率は64.3%となったが、 路線収支の改善には至らなかった。横浜訓網学院は同年7月に航空事業部を分離独立させ横浜航空を設立し引き続き運航に当たった。1970年と1971年も夏季に往復化が行われたが運賃値上げの影響で利用率は低迷した。1972年は5月1日より 片道目万別経由の三角運行を取りやめ、往復とも直行で運行を開始した。同年5月30日、門別発岡玉業が、川戸郡月形町の山中に墜落する、横浜航空層横風号墜落事故が発生し、乗員2名と乗客8名の、計10名全員が犠牲となった。横浜航空はこの事故をきっかけに運行停止に追い込まれ、門別空港は、 路線がなくなった事故をきっかけに空港管理体制や安全対策が改めて問われた。運輸省は横浜航空では現状の安全基準を受け入れることすら難しい状態であると判断し、離島や地方都市と拠点都市を結ぶ近距離輸送を専門とした航空会社の設立を要請した。これを受けて1974年3月13日、日本航空大手や 小型企業界など航空会社や保険会社、北海道などの出資で日本近距離航空を設立。同年10月15日より、岡玉門別線、輪っか内線などが、事故以来、約2年5ヶ月ぶりに再開した。旅客定員19名の DHC-6 を、使用した1日1往復の定期路線だが、所要時間は70分と、セスナ 206A 修工事に逆戻りした。 また、門別市が行っていた空港管理が1973年8月1日より北海道へ移管され管理体制の強化が図られた。再開年は10月31日まで運行された。1975年と1976年は5月から11月までの運行で運行機材が DHC-6 になり、就航率は向上したものの定員増加や 運賃値上げの影響で利用率は40%前後に低迷した。1977年は前年の国鉄運賃大幅値上げによる、いわゆる国鉄離れの旅客を吸収し50%台を回復した。これまで降雪期は運休としていたが、1978年1月15日まで延長された。同年の運行開始も3月16日からに早められ、 この年は就航以来最高の64.9%を記録した。休止は1979年1月16日から3月31日までを最後に完全な通年運行となった。同年は65.1%の利用率となり、1980年5月から2往復の運行となった。しかし、座席数増加や運賃値上げで利用率は下降した。 1981年は7月15日までは前年通りの運行であったが7月16日より旅客定員64名の YS-11 が就航した所要時間は50分となったが1往復に戻されたため利便性の低下は否めず同年こそ45.3%の利用率であったが1982年からは40%を確保するのも 難しい状況だった。紋別市などは二往復化による利便性の向上を求めた。1988年11月、園門県12市町村がおほうつく紋別空港整備促進規制会を結成しジェット化や東京線就航など整備促進運動を開始した。1989年5月1日に JR 名寄本線が廃止されたことから航空路線は ますます重要となった。加えて、門別市など一部自治体では、住民を対象に、ほぼ半額となる助成を行ったところ、乗客数は、右肩上がりとなった。アンクはこれを受けて1990年8月1日より、千歳線を開設。岡玉門別千歳門別岡玉の機材繰りで、千歳から各地への乗り継ぎも容易となった。住民助成を行っていなかった町村でもこれを機に、 はじめ、路線維持や利用率向上を目指しジェット化への下準備とした。1991年11月29日に発表された第6次空港整備5カ年計画に新門別空港建設が盛り込まれた。門別空港は湖に挟まれて拡張が難しいことから元門別と小向かいにまたがった国道238号、国道239号沿いに新設移転することと、 なり、1994年に建設を開始した。Z 化へ向けて好調な利用率を維持したいところで、あるが、この頃にはすでにバブル景気は崩壊しており、後のアジア通貨危機や高速道路建設など、道路状況の改善による自家用車移動の増加などが影響し徐々に低下していった。百九十六年八月には、門別市、滝上町と札幌市を結ぶ高速バス路線が、 解説されたことにより、運賃の高い航空便は経営され、1997年は岡田間線が35.6%、新千歳線が43.5%にまで低下した。新千歳線は1998年1月8日から運休となり、流氷観光期の2月から再開されたものの4月30日の運行をもって休止されている。新空港建設は、 順調に進んだ。総事業費130億円をかけ、約3倍の125万4646 46平方メートルに2000メートルの滑走路を建設。5年余りの後期をかけ1999年8月に竣工した。開港日はゾロ目を狙い11月11日。開港式開始は午前11時とすることを決定した。門別空港は11月10日をもって、 運用を終了し、翌日付けで、すべての機能を新門別空港へ移管し廃止された。運航は引き続き、アンクが担い、岡玉線は、ジェット機が就航できないことから休止とし、新地と線を再開した。機材大型化による利用率低下が心配されたが、同年の利用率は11月10日まで旅客店員64名の YS-11 が就航した。 岡玉線が46.1%であったのに、対し、旅客定員126名の B737 から500で62.4%と、2ヶ月弱の数値であるが、好調な滑り出しを見せた。旧空港跡地活用、編集旧空港の、様子旧空港アクセス道路であった北海道道554号、門別空港線は2001年10月18日に、廃止され、 門別指導となった空港跡地にはコンチネンタルテイベスの進出が決まり同年11月9日に契約が結ばれた10億円をかけ空港ターミナルビルや滑走路の改修が行われ2002年2月12日より門別テストコースとして運用を開始常駐職員はなく当期3ヶ月間に平均35人の職員が配置され主に自動車の ブレーキテストを実施する。2001年7月14日には、メマン別空港から、モン別空港へ向かっていた個人の小型機が、旧空港の滑走路に5人着陸する事故が発生した。一方の新千歳線は、ジェット機就航直後こそ好調だったものの、乗客数は増加したが、利用率は45%前後に低迷した。2001年4月1日より、機材小型化を兼ねて、 ys-11 による岡田線に変更されたが、高速バスの所要時間短縮などが影響しさらに低下した。2002年7月1日には、アンクからエアー日本ネットワークに移管され、旅客定員56名の Q300 に変更された。所要時間は短縮したが、利用率は向上しなかった。2003年9月30日、門別業23名、 門別発19名の旅客を運び、翌10月1日付で、横浜君盲学院の不定期便就航以来37年に、渡った園門県と同王県をつなぐ路線はなくなった。門別市などは、札幌線の復活に力を注ぎ、2004年は、流氷観光と、道と大学受験者の利便を図るため、AKX が2月限定で新千歳線を再開させた。これを足がかりに、 北海道や航空各社に働きかけたが、2004年度は季節便も就航はなかった。2005年度は JAL グループの北海道エアシステムが赤字補填の条件付けで、土曜、日曜を除く7月4日から11月まで岡玉線に就航することが決定した。運航機材は旅客定員36名の祖父340で、門別市では市民を対象とした助成を行い、 利用率確保に努めたが、土曜、日曜休校では、団体旅行も組みづらく低調に推移した。ホックは、機材整備の都合として、最も利用率の低い門別線の運行を11月15日限りで、打ち切った。利用率は38.5%、門別市は市民女性に500万円の予算を組んだが、利用は半分程度だった。当期は、 流氷観光で需要が見込めることから、乗り継ぎ需要も見込める新千歳線を要請したが、ホックは、利用率低迷のほか、整備、乗務員手配の都合などがあり、難色を示した。しかしながら新たな路線を模索するホックは、門別線就航も視野に入れており、機材繰りの都合をつけ2006年2月の土曜、日曜8日間限定で新千歳線を就航した。 この運行は78.0%と好調だった。ホックへの赤字補填はに450万円の予算計上に対し、新地と世線の収益で一部総裁されに270万円となった。2006年度は JAL グループ事業計画の中で土曜、日曜も含めた7月から11月まで運行する方針が固まった。この時点では、岡玉線が新千歳線化は未定であったが、 モンベ氏は、乗り継ぎ需要が見込める新千歳線とすること、午前中のダイヤとすること、割引運賃の拡充などを要望した、赤字補填も継続するとした。ホックは、モンベ氏の意向に、ほぼそう形で新千歳線の就航を決め準備を整えたが、7月1日の再開初日こそ68.1%の利用率であったが、以降は低迷した。 市民女性を拡大するなど手こ入れを行ったが、ホックへの赤字補填が約5、0円と試算されるなど、税金投入に、紋別市民の理解が得られるかが問われた。2006年度下季の札幌線の運行は11月30日をもって終了した。利用率は37.1%と、採算ライン70%を大きく下回り、前年の岡玉線をも下回った。満席は一便だけで、 紋別行35便、紋別発53便が一桁の乗客数だった。赤字補填は約5300万円となり、紋別市議会では路線維持の是非が議論された。ホックは今後の運行については未定で、紋別市との協議次第とした。紋別市は2007年2月の流氷観光期運行は赤字補填なしを提示したが、ホックは受け入れられないとし運行 2007年度の運行についても赤字補填の見直しを含めて協議が行われたが、ホックは受け入れず、岡玉線と新千歳線の廃止を届け出た。座席数が少ない機材であることから、再三ラインはクリアできるという門別市の予想は外れ、多額の税金が注ぎ込まれた。一方で、同王県との航空路線を期待する声は根強く、門別市は路線再開へ向けて、 競技を続けている。羽田空港発疑惑の関係から、新空港開港と同時の東京線就航は実現しなかった。羽田ビー走路拡張に伴う2000年7月1日からの発着枠拡大で、新空港開港により就航する路線へ、優先的に配分する特定枠として、門別線に一往復が割り当てられた。これを受けて、アンクと 親会社の全日本空輸は同年7月1日からの東京、門別船就航を発表。7月1日、第1便が就航した。機材は新千歳線と同じ旅客定員126名の B737 から500で、当初は7月から10月までの夏季と2月3月の流氷観光期に運航する季節便とされた。就航1ヶ月間の利用率が55.9。 パーセントとまずまずの数値であった頃から運輸省とアンクで協議の結果通年運行となった。貨物でも門別で朝水揚げされた海産物が当日中に東京に到着できるなど各方面で効果が高まる東京線就航開始だった。2008年10月30日、門別市に ANA のネットワーク戦略部長を招いて講演会が行われ東京線は 再三ラインの60%に届いていないことから利益が出ず厳しい状況であることが報告された。この中で他空港の事例として、のとののと空港搭乗率保証制度や、宮古、石垣の本土直行便廃止事例が紹介された。搭乗率保証制度は、北札幌線での赤字補填に近いが目標値を上回った場合に、ANA から利益還元が受けられる点が異なる。 直行便廃止事例は、本土那覇及び那覇都、石垣間で、増便や、機材大型化を実施し乗り継ぎ割引機を導入した、ものである。乗り継ぎは発生するが、一往復の直行便と比べ時間帯が選択でき、利便性が向上。加えて、那覇先島間の需要も取り込み乗客は予想以上に、増えているという。これを応用し、 東京線を新千歳線に往復程度に振り返れば、新千歳から各地への乗り継ぎ需要に加えて、札幌への移動需要も期待できるとした。これはあくまで試案で ANA としての決定ではないと、断りがあったが、検討してもらいたいとも付け加えられた。2011年8月、同年10月30日から2012年1月31日まで、東京線を一時休止。 新千歳線を一時再開させて乗り継ぎ便とする方針が明らかになった。東京線は特定枠であるため路線引き継ぎを表明した航空会社に枠が移管されるが就航を希望する航空会社がないため特例として経由便が認められている。計画では東京発は直行便と同程度の出発時刻、門別発は15時頃の1日1往復を予定する。 新千歳門別館はジェット機を使用し、移動時間は通算約3時間である。運賃は直行と同水準に抑えられるが新千歳では一旦後期が必要となるなど、乗り換えの手間を嫌って、集客に影響が出る懸念が広がっている。2002年に59.1%の利用率となったのを最高に、以後は微減傾向が続き、2007年は53.8。 パーセントだった。景気悪化による観光客、出張客の減少、メマン別や旭川への利用客流出があり、2010年現在、微減傾向は止まっていない。航空会社は、体力維持のため地方路線縮小を進めており、搭乗率保証制度案あるいは、新地と世線振り替え案があるように、東京線といえども安心できない状況にある。紋別市の隠し対策は、 利用率向上に結びついておらず、2011年の東京線一時休止も一部市議会議員の間では廃止へ向けた前提と取られている。ANA は東京線休止の間に路線損廃を検討するとしており、東京線及び門別空港自体の維持へ向けた新たな戦略が問われている旧空港、編集原空港、編集1階の様子空港ターミナルビルは滑走路、 北東側に一棟あり、紋別市の第三セクター、おほうつく紋別空港ビル株式会社が管理運営する。地上2階建てで、延べ面積は1993.17平方メートル。屋根やロビーの天井はうねりを表現した独特な形をしており、海の青さを強調した色使いなど、おほうつくの玄関口であることを意識している。北モンバス航空便に接続運航。 2012年3月31日までは優勝運行していたが、翌4月1日より、紋別市が負担する無料送迎バスとなった。北門バス、北海道北見バス航空便近接時間のみ、紋別空港バス停、その他の時間帯は、国道沿いのオホーツク紋別空港バス停の未停車。ウイングトラベル航空便に接続運行、完全予約制、国道238号から、 北海道道百1 5 1号新門別空港線240台収容可能の無料駐車場を設置する。ありがとうございます。